2014年度予算が成立。2014年度予算が3月20日参議院本会議で採決され、自民公明の与党両党などの賛成多数で可決成立しました。14年度予算は社会保障と税の一体改革を実行するための最初の予算として、社会保障制度を手厚くするとともに、東日本大震災からの復興や防災対策、デフレ脱却、経済再生と財政健全化の両立に重点を置いています。この予算には子育てや女性、若者支援の拡充など公明党の主張を随所に反映させました。山口那津男代表は20日夜、2014年度予算の成立を受け、衆議院に引けを取らない質疑時間を確保しまして、特に野党の皆さんにはそうした時間を確保するということに配慮いたしました。結果として21世紀で最短の成立と、背景としてはやはり好循環実現国会と銘打って、消費税引き上げにも視野に入れながらの予算の重要性に鑑みると、年度明けての執行に準備ができる時間を確保できたと、そういう実質的に早期成立のプラスの意味があると思っておりますと見解を述べました。予算執行の前倒しを。公明党の山口那津男代表は3月27日中央幹事会で挨拶し、4月1日から消費税率が 8% に引き上げられることを踏まえ、需要の反動減等に対応するために補正予算、また本予算、これらについて、早期執行、集中的な執行を政府に強く求めて、参りたいと強調しました。さらに山口代表は全国の党所属地方議員と連携して、4月1日からの消費税率引上げに伴う現場の実態を調査、国・自治体を通じて適切な対応を求める体制を整えたいと強調。国民のさまざまな心配を乗り越えて、社会保障と税の一体改革の意義が国民に適切に理解されるように、我々としてなお一層の努力をしてまいろうではありませんかと述べました。ベビーカーに配慮を。ベビーカーに子供を乗せた人たちが気兼ねなく交通機関を利用できるようにするため、国土交通省の協議会が全国統一のベビーカーマークを決定し、3月26日太田昭宏国交省に報告しました。全国の交通機関の駅や車両内をはじめ、ベビーカーに子供を乗せたまま利用できる公共施設などで使用されます。公明党は昨年5月に山本香苗参院議員が国会質問で取り上げるなど、全国統一マークの設置やベビーカーの安全利用の啓発を求めていました。核廃絶へ前向きな役割。公明党の山口那津男代表は3月25日国会内で記者会見し、安倍晋三首相が核セキュリティサミットで米国などから研究用に提供された核物質の高濃縮ウランと分離プルトニウムを返還すると表明したことについて、非核三原則の下で核のない世界に向けて日本が一定の役割を果たすと、そういうことでは私は前向きな意味があるのではないかと思っておりますと評価しました。また自民公明の与党両党が25日東日本大震災の被災地での土地収用手続きを簡素化し、復興事業の迅速化を目指す東日本大震災復興特区法改正案を衆院に提出したことについて、被災地の各地の現実的な声を踏まえて、この土地の区画整理事業、収容等が従来の手続きに比して短縮できるように、また簡素化できるように、こうした改正案を盛り込んだものを提出したいと思います。
ぜひとも野党の方々にもご理解を賜って早期成立実行、そして具体的な被災地の復興のスピードアップを図ってまいりたいと思っておりますと強調しました。衆院本会議で質疑。医療研究の司令塔として独立行政法人日本医療研究開発機構日本版NIH を設置するための法案などが3月25日衆院本会議で審議入り。質問に立った公明党の浜地雅一氏は、日本の基礎研究は世界でもトップレベルとする一方、しかしそれを具体化するための臨床実用化分野では世界に遅れを取っているのが現状です。研究成果を早期の新薬開発や医療機器の実用化につなげることが強く求められていますと訴えました。また農政改革関連2法案が27日衆院本会議で審議入り。質問に立った公明党の樋口直哉氏は、米価が一定水準以下に値下がりした際、差額を穴埋めする米価変動補填交付金を14年3枚から廃止する方針に触れ、新制度への完全移行までに公明党もかねてより主張をしてきた収入保険制度を創設すべきだと考えますと訴えました。未来へ大きく羽ばたいて。山口那津男代表は3月27日参院議員会館で行われた10代の若者の政治への関心を高めようと活動している団体僕らの一歩が日本を変えるが主催した高校生100人×国会議員ボリューム4に出席しました。挨拶に立った山口代表は、若い時代に政治をよく見て自分たちはどのように参加しどのような声を発しどのように仲間を作ればよいかという目を養ってほしいと語りました。相次ぎ表敬受ける。公明党の山口那津男代表は3月24日タイのノラチット・シンハセニ国連常駐代表ら東南アジア諸国連合 ASEAN の国連常駐代表一行の表敬を受けて和やかに懇談をしました。山口代表は、日本のように核兵器を持たずに経済開発や人道支援に実績を重ねてきた国が国連安保理の常任理事国となり国際社会に貢献できる新しい枠組みが必要と表明しました。また同日ニュージーランドのマーク・シンクレア駐日大使と会談しました。山口代表は、日本とニュージーランドは自然災害が多く防災対策において共通の課題が多いと指摘、日本の防災対策や救援活動のノウハウをアジア太平洋地域の国々と共有し、いざという時には互いに助け合える仕組みが重要と語りました。党本部の看板鮮やかに。公明党は結党50周年に際し、約10年ぶりに党本部の看板を刷新しました。 LED ライトを使用し、党名が青くマークが赤く光るのが特徴。夜になっても見えるように看板を明るくしてほしいという党員支持者の声を反映したもの。24日の点灯式で山口那津男代表と井上義久幹事長が点灯ボタンを押すと、公明党の文字やマークが鮮やかに浮かび上がりました。